はい、どうも、プロスプリッシュオレンジ県外プケモンショーへのランクマッチ、今回もやっていきましょう。今回はね、モジャンボを使っていこうと思うんだけど、このモジャンボで、突撃食器を持たせることによって、特攻の主力値は低いんだけど、特殊耐久も結構ある。具体的には海洋から主力値を2回耐えれるようになって、しかもね、物理方面もともと高いから、ちょっと、HC とか防御主力値振ったら、ちゃんとね、暗黒強打をね、ウーラオスの暗黒強打を2回耐えれることができるっていうね、なかなかすごい耐久面高いポケモンなんでね、今回も使っていきます。はい、あかりさんとマッチングしました。おーっと、海王が来たね。そうモジャンボは海王がいたいし、カモ、逆海王がモジャンボのカモだから。ただね、他のポケモンが微妙なんだよね。海王が対策にモジャンボは出したいんだけど、いや、出すよ、出すね。さすがにこれ出さないって手ないだろ。初手、海洋外だと思うんだよね。初手海洋外でしょ、多分。いや、初手海洋外読むなら、ステルスロックばっかのギガ変すればいい。こいつの大爆弾確か、海洋外一発で持っていけるから、ただそのステルス爆弾は大抵読まれるから、最後の一体をどうするか、ラットレイがいるから、広場でいいかな。だったね、今ね、ひらまの筆の一発で倒すのが一番いいから。はい、対戦よろしくお願いします。ウーラオスが来る。いいね。ウーラオスはどうだ？いや、ウーラオスダメか。ウーラオスは、ちょっと待って。助けを潰したい相手第1位がウーラオスなんだよね。それに来られたのがちょっとね、最初に来られたのがめんどくさい感じはする。自信でいいかな、ここは。でも普通にね、ウーラオスを倒しに行こう、ここは。ギガヤスで自信を持って、これ頑丈で耐える。頑丈なくても耐えそうな気がするけど。頑丈なくても耐えるね。でも、今現在で持ってったらいいんだよ、別に。そうだね、大爆発読みで、ダットより交換もあるかもしんないけど、なきにしもあらずではあるけど、闇一家。だとしてもね、これ、大爆発決まったら気持ちいいから、やろう、大爆発。引いてくる？引いてこなかった。よーし、これで裏を突破。これで、この機械室の大爆発の威力は相当なもんだから。これ裏さ、余裕で落ちる。よし、いいね。機械室と裏を一日交換。ただね、ちょっと待って、これきついかもな。サンダー、きついかもしれん、これ。どうしようか。ひらのは言っとく。モジャンボ有利だったら、トンボ帰りで帰ってけばいいから、ひらのまで行こう。はい、海王が来ました。ひらはトンボ帰りで海王がいたりして相当入るから、それ、潮吹きよりか、削減にもなるし、モジャンボは、確かに海王が大統領多分、かなりきついにことはきついんだけど、このタイミングで、この対面ですげえひらないし氷座ぶってこないと思うから、それで水技出して海洋がこだわりスカーフで技をこだわり捨てるっていうね。思ったより入らないな。こんなもんだっけ？ちょっと待って、相手やばい。ちょっと相手なんかやってるかもしれん。相手なんか耐久かもしれん、こいつ。潮吹き言ってこい。根源の幅でもか。よーし、これは余裕。でもないな。ちょっとあれ、メガネだこいつ。マジか。負けだ。メガネじゃねえかこいつ。くそ。メガネじゃねえかこいつ。耐えたんだけど。よし、よく耐えた。いや、これ次の潮吹き耐えるな、これ。この HP なら。てどうだ、この海洋から HC ってさ、ひだらトンボ海で落ちる。落ちるのか。どうだ、耐えろ。この潮吹き耐えろ。頑張って耐えろ。よし、余裕。HC が減った潮吹きだって怖くない。いいね。はい、これでギガドラインで、海洋を倒す。さすがにこの HC からだと、もう仕事できないかな。なんか起点にされそうな気がするな。でもラットレイだろ、最後ラットレイなら勝ちなんだけどな。なんだ、何が来る。サンダーだったらやばい。何が来る。あ、じゃあ悩んでるな、なんか。何かを悩んでる。
ミミッキはね、微妙い。なんというか、微妙い。化けの皮を剥がさんとかんのやな、まず。あ、続きの前だ、続きの前だ。ちょっと待って。どうなんだ、この続きの前。いいのか悪いのかわかんないな。ドア開け。ミミッキは、続きの前影で引きたら倒せるんだったから、そこがちょっと怪しい。あ、ダメじゃん、これ。雨だ。今、雨だ。ちょっと、雨、どんぐらいで、あ、次の終わり、次の終わり。よしよしよし。とりあえず、ここはリーフスドームでね、最後に、大攻撃をして、ドミタイル攻撃は、まあ、ミイキー倒されるよね、これは。まあ、これは次耐えるわけない。ちょっと待って、どうだ。弾は無理だ。ダメだ。弾続きの前、ミイキーの影じゃ耐えれない。そうなんだよな、ヒナの耐久は、そんな高くないから、いや、低くはないんだよ、低くはないんだけど、さすが、単純にさ、命の弾は持って、剣の前に積んだメイキの影打ちは強すぎるっていう。まあ、影打ちだよな、どうせ影打ちだろ。これで引き出せば、耐えないかな、なんか。あ、耐えたわ、耐えた、普通に耐えた。よし。あ、耐えるんだっけ、これ。よし、耐えるんだ、これ。よし、これで、これ、フィードアウトライブでメイキを落として終わりと。はい、対戦ありがとうございました。急所はこれは無駄急所です。よーし。なんか、できればスーパーボール級はね、勝率 50% 超えときたかったんだけどね、なんか今、ギリギリ勝率 50% 超えない感じはね、まあ、しょうがない。はい、というわけで、今回はここまで。それでは皆さん、また、この、